皆さんこんにちは、キケンです。はい、今日はこのグラベルロードを組んでいきたいと思います。過去最高難易度になると思いますので、途中でハプニングもあるかもしれませんが、最後までご視聴いただけたら幸いです。それでは早速始めましょう。まず事前に用意したフレームなんですけど、もう BB も外して、もう本当にフレームだけの状態にしてます。で、念のためシフトワイヤー、ホースのところもケーブルのところもシフトワイヤーを事前に張り巡らせております。そうすることによって作業効率が良くなるのではないかっていう想像のもとやってるんですけど、思ったよりちょっとケーブルとホースの取り回しは大変そうです。 3T はこのトップチューブからホースとケーブルが出るんですけど、ここがかなり狭いっていうのと、こういうふうな緩衝材が入ってますので、これも結構厄介ですね。ただこれがないと隣の原因になってしまうのが多いので、これもうまく活用しつつやっていきたいと思います。GRX を大半使うんですけども、ちょっと変わったね、こういったダイエンディングとかリディアのダイエンディングとかを使ったりしていきたいと思ってます。じゃあ最初に何からするかな。まずはもうケーブル通しちゃいたいから、そこからやっていきますか。シフトワイヤーからやっていきたいと思います。これでうまく出てくれると嬉しいんですけどね。いや、もうギリギリですわ、ここ。やっぱ。さあ、どうするか。いや、ここら辺にあると思う。どうやら作戦は成功してスムーズに通りました、ここまでいったらもうシフトワイヤー必要ないです。もうこれだけのために使っただけなら捨てます。これは使い回しません。ホースを通したいと思うんですけど、ホース多分これで長さ足りそうですね。で、まず、こっち行きましょうか。今回使うのはシマノのホースなので、こういうのを用意しました。ディスクブレーキホースカットセットツール TLBH62。 これすごい便利で、シマノ専用の工具、油圧ホースを切ってインサートなどを入れる工具なんですけど、まず、断面綺麗なのでこのままいけそうですね。カットせずに、厚みをしていきます。これギアブレーキつけていきたいんですけど、そのためにこれね、このネジ切ったやつ通して、ナット通して、オリーブ通して、
まず通してやりますわ。通してやってで、ここ、これでホースが動かなくなります。で、この工具の先端にこれつけてやって、で、ここにこう刺してやると、これをこうやって見る圧にしてやると、はい、したらこれで綺麗に入ってます。一応ちょっと見えないかもしれないですけど、もうつけてしまいましょうかね。先にどうしようかな。手元でやった方が多分楽なんですよ。手元で、オリーブが、そしたらこの GRX のリアブレーキの奥のところにこのまま回してあげます。かな、8ですね。これをしっかり奥に差し込んだ状態、もうちょっとこうやってやりますけど、で回します。よし、でこれ全部閉まりません。ネジ、それが普通です。ここぐらいかな。ホースを、まあ、圧入と言いますか、つけた部分のネジのとこあるんですけど、ナットみたいな、これは全部埋め込まなくて OK です。手応えあるところで止めればいいです。通常撮影を中止するケンさん、今から外出するですって。どうしちゃったの？私には何がなんだかさっぱりわかんない。次回、部品が足りない。お楽しみに。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。